久保さんあの、インコにしましょうか。今回インコ。なんかね、あの、インコ、インコ、事故。はい。助手席のインコに気を取られてよさみ。川崎で2人、えー、死亡事故と。運転手はインコを乗せてたみたいなんですけど、えー、それでよさみ運転して2人死んじゃったみたいですね。で、まあ、普通に自転車でこれ通勤したら突っ込まれたって話ですね。 うんまあ、インコ事故にしておきましょうか。インコ事故と。どうですかね本当に何があるか分かんなくないですか自分は普通に自転車で運転してて、これ何歳と何歳が死んだんだ自転車2台はねて、3歳児と3歳児、えー、2人死亡と。24歳に3歳の男の子が2人、車に離られて死亡と。うん どうですかね、うん、失う覚悟はなくても一瞬で失うんですよ失う覚悟はなくても腹くくる覚悟はなくても一瞬で消えます <laughs> だけどやらないですか言ってらっしゃい